野球放送の日曜日やってたんですよね、パ・リーグはね。やってました。ええー。そこに合わせて、徹底的にロッテが、まあ、観客動員を含めたことを始める。はい、これ、つまり、毎週日曜日と中6日じゃないですか。この頃、中6日って少なかったですよね。あの基本は4日、5日というか、ね、ローテーションがなかったんです、うん、要は出てる人が出てるピッチャーは中4日5日です、うん、でできないピッチャーが中5日から7日ですだったんです、うん、だからそうですよ、ね、できるピッチャーは、数多く投げますと。だから投げれるんだったら中4日がありますと。で、中4日で疲れてそうだから中5日ですと。中5日になっちゃうからその他のピッチャーは1日長くなりますと。だから調整がバラバラだったんですね。ローテーションと言いながら。4日と5日ってブレるもんですから、毎週この人が先発ってことはなかったですもんね。ないんですよ。微妙な予告先、まあ今はね予告先発ですけど、向こう、はい、昔は、先発ピッチャーを読むのが苦労したのはそこなんですね。で当て馬とかいう制度がありましたよね。そうなんですよ。それはなんでかって言ったら、エース級がここで出てくるのか、疲れてるからエース級じゃないピッチャーが出てくるのかっていうことを想定しなきゃいけなかったんで、はいはい、そうでした、そうでした、そうでした。で、これをロッテが、村田兆治さんということで、実はローテーション制の確率って村田兆治さんからなんですね。確実に中6日ですと。はい、確実に日曜日村田兆治です、はい、でこれが例えば牛島、まあ、当然落合さんとトレードから来る牛島さんとか、総括夫さんとか、うん、この村田兆治さんの85年以降に何人かの主力投手が中5日っていう制度に変わってくるんです。中6日でそれなりの先発とかそれなり以上の先発ったら各体現投手ぐらいですかね、中6日なんですか。そうですね、各体現の方が、まあ当然契約なのか、はい、ルールなのか肘が良くなかったですからね、良くなかったんで、はい、あれも各体現投手の場合もイレギュラーで、うん、ローテーションこの曜日だけで、まあ、この曜日だけですって決めただけで、東尾投手とか工藤投手とか渡辺久信投手とか、松沼兄投手、高橋直樹投手とか、彼らはバラバラでしたので、火曜日投げるのか水曜日投げるのか、よくわからなかった。中4日だったり5日だったりって感じでしたよね。そうですね、下手したら中10日だったり、はい、みたいな、ね、いつ出てくるの、はい、みたいな、はい、怪我って思ったら怪我じゃなかったりっていうケースも、うん、調整をねしてるとかね、そのまあ若手を使ってね、はい、ここ若手みたいな起用が、はいね、85年、はい、6年7年ぐらいまで、うんうん、まあ、セリーグ、パリーグ、続くんですね。で、当然これはリリーフが、うん、7回から投げる時代でもあるんですね。はい、はい、そうしたね。7回、8回から、まあ、要は、回またぎなんていう表現どころか、うん、もう、7回からリリーフですと。8回からリリーフですと。はい、9回1イニング設定っていうのは、91年の大野豊投手。うん、
そうですよね。はい。ぐらいに、もう確実に1イニング限定みたいな。うん。それじゃあ先発ローテーション中6日でか、まあ中6日だと自動的に曜日が決まりますけども、これをさ、の走りがもう村田兆治として。村田兆治さんの成功事例。ですよね。からですね。で、これによって、はい、要はその曜日の、観客動員が計算つくようになったんです。あ、そうですね。はい、そうですね。まあ、ある意味、要は予告先発みたいなものになりますので、はい。だから、当て馬って話は、実は89年以降、だいぶガクンって減るんですね。そうですね。途中からパリグナの大木監督がオリックスの監督だったあたりから、なんか、あの方電車通勤してたみたいなんで、結構電車の中で言ってないらしいですけどね。そういう予告先発みたいなことを。そうですね。はい。そうですよね。だから、それは大きかったんですよね。だから、村田兆治さんのこの中6日で日曜日、当然日曜日で設定してるのは、当然工業上の問題。はい。あるでしょうね。と、村田兆治さんの、その、肘の回復具合、はい。はい。そうですね。で、ロッテも、最初はこんなに毎週日曜日大丈夫かなっていうのはあったみたいですけども。まあ、あの当時、ね、はいはい、それに一番理解示したのは、稲尾さんのはずですので。うん。まあ、ロッテもね、そんなに、まあ、まあ、この年は2位になりましたけど、岡、深川投手とか、あとは、園川投手とか、そのあたりですかね。西田投手とか。西田投手とか。そういう。はい。ピッチャーはいましたので、先発はいましたから、はい、ね、村田投手を固定はできたんですよね。無理させないと。はい、そうですね。で、この村田投手の、まあ、サンデー兆治の影響が大きいのは、はいはい、この85年ぐらいを境に、先発投手がシーズン中のリリーフをするケースが、もう優勝争いの9月にならない限りはなくなっていくんですね。そうですね。はいはい。そうですね。それまでは勝てる試合に先発がリリーフって普通に出てきてたんですね。はいはい、あのシーズンの 8月に、7月ぐらいでも。はいはい、ね、首位争い、まあ、首位攻防って言ったら、下手すらベンチに入ってましたので、そうですね。だから、ここらあたりから、だから村田兆治さんのこの手術あたりから、うん、ローテーション性が確立しつつあり、はいはい、先発が抑えをやる。っていう掛け持ち感もなくなってくるっていう。そうですよね。まあ今のいわゆる近代野球っていうか、まあ、最近野球ですかね。これの走りを特に投手版で出したというところですかね。そうですね。で、これの成功事例のおかげで、はい、まあ当然。まあその前にある程度実験的に権藤さんは中日でやってたんですが、権藤さんだけ浮いてたんですよね。うん、リリーフは1イニングですと、先発はローテーションですと。はいはい。まあ当然82年の時とか、いくつか権藤さんも中日で、投手コーチ時代に試行錯誤はしてたんですけど、やはり、なんつうかな、圧倒的な結果を出してたわけではない。うん、まあ、圧倒的な結果を出す人がいなかったので、
そうですね。小松達夫投手みたい、鈴木孝真投手みたいに、やっぱり先発やったり、リリーフやったりっていう。はい。あとちょっと村田、ね、はい。あと村田兆治投手で驚いたなって、まあ、やめられたのは、引退された年がですね、1990年です。で、その後も当然、解説されたいろいろ仕事されたんですけど、2007年ですね、ちょっと記録が残ってるんですけど、始球式でだったかな。投げたら135キロでなんですよ。引退し17年後ですよ。17年経って135出すってのは、すごいですよね。すごいですね。まあ、とにかくずっと、まあ、はい、ずっと、どんな年齢でも150出したいってやってたみたいですけど。そうですよね。で、そして2007年で135キロ出たんですけども、2013年も135キロなんですよ。さらに6年経って、引退されても13年ですからもう、23年後。135キロまた出してるわけですよ。引退されて23年後。これもなかなかいないと思うんですよ。なかなかいないんですよ。練習はずっと積んでたみたいですね。その一球のために。はい、そうですよね。練習して出せるものではないっていうことが一つと、はい、その、披露する場がないかもしれないのに練習できる凄さなんですね。そうですよね。このこだわりがすごいなって気がしますよね。すごいんだと思うんですね。だから、呼ばれてマウンドに立つ限りは、150だと。だから135キロは満足してるわけじゃないんですね。みんなすごいって言っても本人はね。いや、こんなボールのために練習してたわけじゃないみたいな。はいはいはい。そうですね。でも、それって、まあ当然2007年とか、2013年とかに出してましたけど、はい、村田兆治さんが毎年2、3試合始球式呼ばれてるわけじゃないんですよ。そうですよね。ね。だから、ね、必ずしも、呼ばれてないんですよね。毎年始球式に村田兆治さんの名前があるわけじゃないんですね。はい、そうですね。で、この、ってことは分かってるはずなんですよ。うん、チャンスがない場合があるのに、うん、そのために練習する凄さなんですね、引退した後に。そうですね。呼ばれた時に最高の自分の投げるボールを投げる。はいための練習を、はい、そうですね。いつあるかわからないために練習を続けるその凄さですよね。うん。そうですね。これはプラスだと思うんですね、本人に。まあ、モチベーションで言うんだよ。はい。村田兆治さんで3で、で29番って言ったら、ロッテの場合、小野慎吾さんがそうですかね、29番って、サンデー慎吾って言われてましたよね。慎吾って言われましたから。まあでも、本当の意味では直径の弟子感はあんまないですけどね。まあ、コーチしてないんですよね、ちょっと教えたみたいですけれども。はい、で、まあ、小野慎吾さんも怪我からね、だからローテーション固定。っていうことなんですが、はい、村田さん、兆治さんは、まあ、なんちゃって、まあ、こだわりの仕方がね。村田兆治さんはでも、大英のコーチやってますね。王さんの時の。あ、王さんの時の、ね。ソフトバンクのコーチをやってますよね。あ、大英時代ですね。大英時代ですね。1年かな、ね、?2 年、2年ぐらいやってんじゃないですかね。あと、ちょっとコーチ歴。そう、ロッ
テではやってないんですよね。ロッテでは多分王さんが直々に名球会で呼んだ。多分そうだと思います。はい。あと多分広島なんでダイエーが近いという。あ、ロッテは1年だけしたか、最後の年は選手兼コーチですね。選手兼コーチですよね。だから試験コーチは。ロッテはそのまま、はい。ロッテのやってその後ダイエーで95年から97年コーチやってますね。ああ。この時王監督です。はい。そうですね。はい。はい、まあでもちょっとこう、村田兆治選手の直系って感じの選手はちょっとなかなかいないですね。ちょっといないんですね。村さんが、まあ、もう一つは村田兆治さん見てて、まあ発言聞いてて、この投手のこういうところのそういうのがすごいと。うん、こんな投手を自分ならこうやってみたらどんな投手になる、なってみるのかが見てみたいって発言も聞いたことがないんですね。だからもうある意味自分の高み優先っていうところが、うんうんうん、まあ昔の孤島のエースタイプですかね。鈴木啓司さんなんかもこんな感じですかね。まあそんな感じだと思うんですよね、で結局やっぱりそれがまあなかなか監督コーチに結びつかない、はいはい、そうですね。やっても、はい、やってもらってたらどんな、うん、そうですね。コーチ、はい、まあ、では選手、はい、そんなに無理ぐりなね、あの、科学的なトレーニングをしてた、はい、教えてた人なので、やっていた人なので。まあ、大監督だからうまいことを言って、まあ、村田純選手ってまあそんな口数も多くないですし、まあ、群れるタイプでもないですけども、そうですね、まあ、王さんだからうまくやっていけたっていうのもあったかもしれないですね。まあ、王さんだからと、まあ、村田純さんはやっぱりコーチをやれば、はい、自分のコーチングだともしかしたら、彼らの若い人たちの目をつむんでしまうってことをコーチ時代に学んじゃったのかなっていう。そうかもしれないですね。ただ村田兆治投手のあのフォークボールって杉下茂さんも言ってますけど、本物のフォークっていうのは実は村田兆治だって最初言ったな。杉下茂さんっていう亡くなられた中日の、まあ一番最初に日本でフォーク、はい、まあ、投げたというか、はい、試合で使った、使い分けたというか、決め球に使った人ですから、はい、日本人のフォークボールと呼んでるのは実はスプリットフィンガルファーストボールだと、SFF だと。ただ村田兆治投手の投げるボールだけは本当のフォークボールだと思うと彼は言ったんですね、杉下さんは。まあ、そういう意味じゃそのね、フォークボールの流れをつないでほしかった感じもしますね。そうですね。だからそれをちょっとつないでるのは、多分ソフトバンクの千賀なんでしょうね。ああいう落ち方ですよね。似てますよね。多分も早いですしね。まあ、確かちょっと、あの図太い感じというか雰囲気も確かに千賀さんと似てますね。千賀が似てるんだと思うんですよ、ね。落差の仕方が綺麗ですよね。はい、お化けで落差もあって、はい、はい、そうですね。でストレートが150出てっていう、似てますね。本当にパワーボール、パワーピッチャーですね。です、はい、でもうど真ん中から落として、キャッチャーが取れるまななんなら取ってみろみたいなフォーク、はい、そうですね。まあ大魔神佐々木投手とかもそこら辺ですかね。佐々木もそうですね、近いとは思いますけれども、大魔神のフォークよりは千賀が近そうですよね。
そうですね。マラスさんの方。まあ、それじゃあ、大英ソフトバンクの系列の中で残ってるという言い方もありますね。残ってるとは思うんですよ。っていうのは、大魔神の場合も、まあ、抑えあったり、いろんな理由があるとはいえ、ストライクを取るフォークっていうフォークを使いますよね。うん、はい。ところが、まあ、千賀がデビューしたっていうか、まあ、まあ、お化けフォークと言われた時代は、もう、ストライクを取るフォークはないですから。そうですよね。村田兆治さん、そっくりな。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。